今回ですね、この新製品の、オシアプラッカーね、フレックスリミテッド、まあ目標はねやっぱり20キロぐらいの大マサと言われるでかいヒラマサがね1本取れたらいいなと思います。今回発売になるオシアプラッカー、フレックスリミテッド、特徴なんですけど、曲げて取るをコンセプトに、まずこのソフトティップ、このね柔らかいティップがですね、非常に軽いルアーも遠投できる、あとはまあルアーの操作性も非常にしやすいです。まあ当然ね食い込みもかなり良くなってますからね。それとですね、このバットですよね、粘りのある、バット、硬さよりもこの粘りですね、とにかく、粘りがあるんで魚をすごい浮かせられます。まあ、このソフトティップの、まあ、ハードバットですよね、これがですね、まあ、でかい魚をかけた時にアングラーの、ね、負担を最小限に、ただ魚はねものすごい勢いで竿を曲げられるんで、その分魚はグイグイ浮いてくるんで非常に頼りになってる一本だと思います。あー乗らない、乗れない、よしよしよし、来たよ。29、でかい、でかいよ。でかいよ、でかいでかい、よっしゃー。いやーよかった、でかい20キロオーバーです。やりました。はい、でかいですね、オシアプラッカーのね、フレックスリミテッド、これは83のエッジですね。高強度設計が施されているので、そうですね、70度の角度で、だいたいドラグ値がですね目安で12キロ、それと 83MH の方では、同じ70度の角度で、目安としては、まあ、10キロの、ドラグテンションで、耐えることができます。まあ、これだけのねやっぱり負荷がかけられて、魚と勝負ができるってことは非常にアングラーにとってねかなり有利になると思いますので、まあそのドラグ値非常に安心して使えるロットだと思います。ラインナップもですね、80L から 83H まで、かなりのバリエーションが揃ってますので、まあそうですね、ワラサ、シイラから、ヒラマサ、マグロまで、いろいろなターゲットを狙えると思います。めちゃくちゃいいサイズですね。でもね、まだ本当にねロットには十分パワーがありますね。結構浅いね水深 20m ぐらいでかけたんですけど、まあこのサイズをねちょっとドラグは出ましたけど、それでもねまだまだ粘りがあるんでまだまだいけると思います。まあ本当にねロッドやっぱり硬いとね相当体に応えるんですけど、やっぱりこのねフレックスリミテッド、粘りがあるんで非常にファイトしてもすごい楽です。だからこういうねでかい大マサとの勝負してもね本当に疲れないし、魚も結構グイグイ浮いてきますよね。いいサイズです。ヒラマサやりました。